心身の発達の心配にあるお子さんとですね、ご家族からの相談に応じて、お子さんの診断評価検査、障害の早期発見支援を行う医療機関である、療育センターにおける、これ障害についての診断申し込みから診断までの期間の推移ということでございまして、平成29年度末2ヶ月程度だったのが、令和4年度9月末でですね、4倍8ヶ月待ちという状況まで悪化をしています。で、早期発見早期相談を願う、これ親御さんにとってはですね、これもう絶望的な期間というほかありません。そのため伺います。療育センターにおける発達障害の診断待ち期間8ヶ月と長期化しているため、新たな相談窓口の開設の対応を強く求めますが、具体的な整備に向けた取り組みについて伺います。新たな相談窓口の整備につきましては、来年度は専門職の採用活動や職員の研修などの人材確保と育成を行うとともに、相談室の改修工事を行います。開設場所は千葉ポートサイドタワーなどの民間テナントビルを予定しており、令和6年度以降必要な人員が確保でき次第、仮称子ども発達相談室としてできるだけ早期に開設したいと考えております。